2018年1月7日に、大河ドラマ、西郷どんがスタートしました。鈴木亮平さんの熱演もさることながら、主人公よりも注目度の高まっているのが、世界の剣渡辺演じる島津斉彬でしょう。かつて、独眼竜政宗で、日本中に衝撃を与えた渡辺謙さんが、今度は幕末に登場。西洋化を推し進める、精鋭的な薩摩藩主を演じるのですが、セリフの言い回しや、次期藩主らしき、堂々たる所作など、これがやっぱり抜群なんですよね。いずれ退場の時がやってくるわけで、その後が心配になるほどです。今回は、そんな島津斉彬の生涯を振り返ってみます。島津斉彬ってどんな人？島津斉彬、1809から1858は、幕末の薩摩藩主で、島津家28代当主です。曽祖父、重秀の影響から、幼少期より、蘭学など西洋の文化に触れていた斉彬は、早くから、欧米の事情に精通していました。そのため、アジアの状況はもちろんのこと、日本の将来に迫る危機を痛感していたのです。一刻も早く、日本が近代化しなければ、欧米の属国になり果てることは、避けられない。これが斉彬の考えでした、おそらく。それはなぜか？その答えは、アジアの状況にありました。当時、アジアは、日本を除いて、ほとんどの国が、イギリスやフランス、オランダなどの植民地となっていました。精神的で強大な軍事力を持つ欧米諸国の前に、アジアは、あまりに無力で、瞬く間に植民地支配されてしまったのです。その脅威は、幕末の日本にも迫りつつありました。藩主に就任した斉彬は、その危機感を藩政に反映させ、洋式軍艦の建造や反射炉、溶鉱炉の設置、ガラスやガス灯など多藩に先駆けて、欧米の先進技術を取得しています。さらに、越前の松平春嶽や水戸の徳川斉昭など有力な人物と交流し、知見を深めていた斉昭は、下級武士の西郷隆盛や大久保利通らを、藩の人材として登用。彼らが、後の世で名を残すことができたのは、斉昭の揺るぎない功績と言えるでしょう。そして、外様大名ながら、幕政にも関わる野心を抱いていた斉昭は、ある秘策を実行に移します。それは、島津家の分家筋の娘を、自らの養女として、13代将軍徳川家定に嫁がせること。この娘こそ、かの有名な篤姫です。かくして、幕政に関わるチャンスを手にした斉昭でしたが、将軍軽視問題が起こった時、徳川斉昭の子、一橋慶喜の擁立に動き失敗、政争に敗れてしまいました。巻き返しを狙っていた斉昭ですが、同じ年、病に倒れ、亡くなってしまいます。日本初のあれを建造。長崎や、当時、薩摩の支配下にあった琉球を通じて、西洋の高度な情報を手に入れていた斉昭は、欧米に対抗するためには、欧米の技術を取り入れる必要があると考えていました。そこで、領内に殖産工業を起こし、技術習得に励んでいます。こうして出来上がったのが、運航丸という蒸気船。蒸気機関を搭載した運航丸は、日本初の国産蒸気船として、他藩や幕府からも高い注目を集めました。しかし、当時の技術が低かったからか、明治の世となって、20年足らずで、運航丸は廃棄処分となってしまいました。偽金作りに奔走。斉昭が藩政を取っていた頃、藩財政は窮地にありました。理由は歴代藩主の借金方です。その多くは幕府に対してのものでしたが、返済するには、あまりに大きな額、とても藩政を維持できません。そこで、斉昭は偽金作りという秘策を編み出します。かつて、幕府が財政危機に瀕するたびに言ってきた懐中、貨幣を作り直すこと、これを薩摩でもやろうというのが斉昭の思惑でした。斉昭は、江戸から、腕利きの芋地を、極秘に薩摩へ招き入れ、懐中を実行。懐中によって生み出された偽金は200万両を超え、その多くが、倒幕の資金源となりました。華麗なる血筋。斉昭の父方の家系を遡れば、
やがて島津家初代に行き着きます。では、母方の家系はどうなのでしょうか？実は、この家系がとても興味深いのです。成明の母は伊予姫といい、父は鳥取藩六代藩主池田春道で、母は大仙台藩七代藩主伊達重村の娘、梅です。この梅が、血筋のキーパーソンとなっていて、梅の血筋を遡っていくと、伊達家の中高の祖にして、仙台藩初代藩主の伊達政宗につながります。それだけではありません。なんと、江戸幕府の創始者の徳川家康や、戦国一の有名武将である織田信長にもつながるのです。つまり、成明は、島津家の初代の血を引く父と、戦国時代を駆け抜けた武将の血を引く母の血を引いているということになります。幕末の混乱、時代の転換期にあたり、成明が、薩摩の地から時代をリードできたのは、彼のリーダーシップによるものが大きいでしょう。しかし、戦国武将の血を引いていることを考えれば、成明は、生まれながらにして、カリスマ性のようなものを持ち合わせていたと考えることもできるのかもしれません。成明の死因。志半ばにして亡くなった島津成明ですが、その死因は何だったのでしょうか？成明の死因は、通説ではコレラにかかったことだとされてます。しかし、その死が突然過ぎたことから、暗殺されたのではないかという説があるのも事実。当時の医師が亡くなる前の成明の状態を、心臓の異常な衰弱と記しているのですが、これは、トリカブトのような毒物を摂取した時にも見られる症状です。そのため、成明と仲の悪かった父親の成興が毒殺したのではないかという説もあります。いかがだったでしょうか？今後も渡辺謙さん演じる、島津成明からは目を離せませんね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本って、いいね。